確認に、アプローチするということを目標にしています。それでは私もデモの操作に加わりますので、操作のところからに行きますので、少しお待ちください。デモの流れとして、スライドにもありますように、まずその中継テーマの屋根裏から、ロボットを挿入し、その点検口から延直に、下まで、下まで、下ろして、要求助者を発見して、それについてアプローチして、安否を確認するという、ことをミッションにしています。ライブ中継の、そしたら左画面をですね、左画面を、今ご覧いただいているのは我々の操作、パソコンの画面で、左下は、全部我々が見ている前方のカメラの映像で、これは映像操作スタビライザーの処理を施した後の映像で、どのように元が転がっても次に向かいに行くのが見える。ちょっと画面では分かりにくいんですけども、操作に関しても常に、あれ、初期と不変な、ロボット操作というのが、実現し、操縦を続けています。で、画面の左上ではですね、ロボットの現在の3次元の姿勢をのグラフィック表示をしています。はい。それでは、今、ロボットを挿入していきます。で、右側が、ライブ映像。はい。お願いします。このようなロボットを今、屋根裏から挿入していきます。そこから、1階の全体を見回し調査して要求助者発見をお呼びいたします。右回しによる周辺観測、要求助者を発見、方向を指定、進路を指定、効果を再開。
そろそろよろしいですか。はい。もしも、もしも、医療従事者の花火を見ます、調査。はい、これで、アルゴリン自治体を元気に見つけましたので、医療従事者の存在を確認し、お薬の安全確認できました。今、見回しで、周辺の安全状況を確認するということで、見回しと。見回し安全確認終了で、次、救助に、津波、バトンタッチしたいと思います。でも、以上となります。はい、我々の方の、削除ロボットの細系の方のデモはこれで以上になります。ここから、次のデモまでのつなぎの間に、質問がもしありましたら、OK したいと思います。挙手でお願いします。教えていただきたいことがあるんですが、最初にその、被災者の人の画像を認識させるところは、他の人の写真とかでも大丈夫なんでしょうか。今回は服装を見るようにしてお伝えさせていますので、誰が着ているかは特にはお触りがあったのでただし、あまりにもその照明環境が違いますと、特徴として覚えることが難しくなりますので、認識ができない場合も出てきます。ありがとうございます。あと、もう一点なんですが、先ほど、今回の2つ目の実験、の時に作動時間を短縮できるということだったんですが、すみません、ちょっと聞き逃してしまったので、何パーセントから何パーセントを。はい、我々の実験室での評価ですけども、作業時間はですね、今とロボットの作業において約 32% から 48% までの平均でですね、の作業時間の短縮が図ることができました。はい、もしなければこれで、この方も終了したいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、ではどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次のデモは、13時、半から、あと2分ほどですね、スタートいたします。次のデモは、削除ロボット時計ということで、正面プラントの、向かいまして右側のパイプがたくさんある場所があります。このパイプの中、および周囲を、ロボットが動きます。それでは準備のほどお願いします。次のデモは無線 LAN の帯域を使いますので、ぜひ皆さんの携帯の無線 LAN 機能ですね、そちらの、機能はそこまで構いません。ぜひ携帯電話、あとパッドですね、の無線 LAN、Wi-Fi の機能をお試しください。The next demo, robot will use a Wi-Fi frequency, so please, shut off your Wi-Fi device.Your mobile frequency no problem, but the Wi-Fi 2.4 GHz and 5GHz will interfere to the robot. So please shut off that frequency in the hand range. はい、それではですね、作業ロボットの、デモンストレーションをお願いします。スクリーンの方お願いいたします。
ちょっとだけ下ろして、あのそこまだ、スピードで OK、これで OK、 ちょっと引っ張って、ちょっと引っ張る、はい。操作機構ですね、いろんな場所で利用しますので、はいはい、最初はですね、この辺りです。はしごとかですね、ガレージの利用であります。その次がですね、このパイプで